も私はリモートでお届けします。テーマは2020年を漢字一文字で表すと。話してくれるのはこの方、お願いします。特徴的なボーリングとキャラクターで大人気、岩見プロ。では早速、岩見さんの今年の漢字一文字をお願いします。はい、書きます。その理由を教えてください。自粛の期間が続いてボーリング投げられないかったり、大会などもね今年はない状態で、改めてボーリング好きなんだなっていうのとか、試合があることのありがたさとかが分かったの字です。来年はどんな1年にしたいですか？練習をちゃんと苦算して結果が出せるようにしたいです。いつも言ってるんですけど、賞金をたくさん取りたいです。2020年を振り返って、ボーリングができることがありがたいと分かった1年でした。今回のオフィシャル